ケイト・バンスは、イギリスの画家、詩人である。ケイト・バンス作、ザ・チャンス・ミーティング・バーミンガムで生まれた。父親は、バーミンガムの新聞アリス・エス・バーミンガム・ガゼットや、バーミンガム・ポストの編集者を務め、バーミンガム美術館のパトロンであった、ジョン・タック・レイ・バンスである。姉に、工芸家になったマイラ・バンスがいる。自宅で教育を受けた後、1880年代になって、 バーミンガム美術学学校で学んだ1874年に王立バーミンガム芸術家協会の展覧会に出展し、1887年にロイヤルアカデミーの展覧会に出展した。1888年に王立バーミンガム芸術家協会の巡回員に選ばれた。エドワード・バーン・ジョーンズやダンテ・ゲーブリエル・ロセッティの影響を受けて、 ラファエル全パのスタイルの絵画を描くようになった。バーミンガムのエッジバストンで生涯を暮らし、結婚はしなかった。後年になってバーミンガムの教会のために多くの装飾画を描き、姉のマイラ・バンスの工芸品と共に教会に飾られた。ありがとうございます。